皆さんこんにちは、えー、松本民芸家具 youtube チャンネルいつもご覧になっていただいてありがとうございます、えー、この配信では松本民芸家具千夜一夜と題しまして数ある松本民芸家具の製品の中から毎回製品を拾い上げその製品の特徴ですとか生まれてきた背景をご紹介していきたいと思って続けております松本民芸家具をお選びになっていただく際の参考にしていただければ幸いですどうぞよろしくお願いいたします とあの12月も半ばを過ぎてもうあともう少しであの年の瀬になってきたんですけれどもここ1週間くらいでやっぱり信州すごく冷えてきました。であの先にもお話ししましたけど東の山に雪が降ると里にも来るよっていう話をしましたけれど本当にあの数日後にはあの里に雪がやっぱり舞いましたね。であのえーまあ ある意味で冬本番がやってきたかなっていう感じが今してますけれどもともそれ信州の寒さっていうのはあのやっぱりこうマイナス10度とかねそのぐらいになって本当にあの雑巾が凍っちゃうくらいの寒さなんですけれどもただあの湿度がないもんですからそのすごくこうまとまりつくような,なんかもう寒いなっていう感じではなくてどちらかっていうと緊張感のある感じというかピリッとしてて僕はあの結構好きですね。 信州人だからのせいもあると思いますけどあの寒さには割と強い方だとは思ってるんですが新州の寒さはととてもやっぱりある種気持ちがいいと思い思ま,まあ考えてみれば最も信州らしい信州を感じやすい季節かもしれないので寒い信州もし来られたことがない方いらっしゃいましたら是非一度あの冬の信州へも遊びにいらしてください。おお待ちしております さてと、えっ、ー、と今日は四十四ヤメかな、四十四ヤメになったんですけども、今日もあのテーブルをご紹介です、えー。今日ご紹介しますのはここに置いてあるその LT っていうタイプなんですけど、LT 型タクシーって言います。えー、松本民芸家具の通常商品の中ではやっぱり最大サイズというか、あの一番その重厚なサイズものっていうことで、まあ昔からご紹介されてきてるんですけれども、その非常にまあ見ていただいてお分かりのように非常にオーソドックスですよね。 4本足でそれで下にもしっかりとやっぱり補強体が入っていて天板の下にもちゃんとした補強体がきちっと巻かれていてでとにかくやっぱり堅牢で何よりあの一番特筆すべきはやっぱりこの天板のその厚みですかねあの通常商品は天板の大きさが1メー,ー8 0の9 0ンチっていうサイズなんですけれどもその厚みがだいたい上がり寸法で4センチで あのえっと、テーブルの小板をその丸太からこう製材していくんですけれどもその時にあのうちが通常ご用意するそのサイズっていうのが厚みですけどまず一寸一部っていうサイズ大体3.3。 それから1寸3分で1寸6分で1寸6分になりますと大体5センチ弱くらいの厚みでまず製材して原木を板を板落とすすんで,すでそれを 4cm までですからかなり削るってことなんですけどもその反りやそ,のそういった部分を取っていかなきゃいけないので。 4センチくらいの厚みまでそのしっかりとカンナで削り上げ、それであの仕上げていきますね。4センチ厚みがありますとやっぱりこう見ていただいてお分かりのように結構こう厚い感じがするというかまあ、質感がやっぱりこう感じられるんじゃないかなと思いますね。あのとてもこの材料のやっぱり質感っていうのとそのやっぱり丈夫さっていうのが。 非常にこう明確にこう現れているテーブルじゃないかと思います。そのえー、一つまあお話ししとかなきゃいけないのはそのやはり丈夫であるっていうがゆえにやっぱりこうぐらついてしまったりしてはいけないのでその天板が重いですからこれだけになるとそうすするとととちょっっしたことでややぱり足が緩みやすくなったりすするんで,すでそうなってはいけないっていうことでこの足の下ですねその足と足とをつないでるこの天板の下にこの膜板っていう構造体が入っています。 てるから丈夫なんですけれども、ただ逆に言うとこれが入っていると肘掛け付きの椅子が中まで収納できないっていう実はそのデメリットの部分もあったりします。ちょっとやってみますね。これはあの508型っていう椅子なんですけれども、これをこう入れてみるとここですねここまで。 しか入らないんですね。ただまあそのお選びになっていただく椅子によってはそんなにこう飛び出すものもなかったりしますので、まあ、実用的にはそれほど問題ないかと思いますがそこだけは一つ、検討材料の中に入れいいいた方がいいかもしれません。もちろんあの肘のついてないお牛でしたら十分ね中に入っちゃいますし逆にあのこうテーブルの選び方って結構面白いなって思うんですけど。あの テーブルの大きさに対してこう椅子をを大きいものをお選びにになるるとテーブルがこう視覚的に小さく見えるんですよ。で逆にこうテーブルの大きさに対して椅子を例えばそのシングルチェアとかちょっと小ぶりな椅子をお選びになったりするとそうすると今度テーブルがすごく大きく見えてくるんですよねお伸びやかな感じのテーブル大きいテーブルですねっていう感じにやっぱり見えてきたりします。その辺もすごく面白いいなっていうか、ああ テーブルと椅子のセットでお選びになっていただく際に1つ検討材料にしたらいいいいんじゃないかと思いますね 1m80 ーーの90ありますとこちら側にお二人向こう側にお二人それからこちら側とこちら側ですねにお,、えー、お一人ずつっていう感じで6人で十分お食事が取れると思いますね。もちろんここからその 2メー,ター2メー2ー0もっと大きなもの片側に3人座られたいとかそういうご要望もやっぱり当然ありますからそういったものもおっしゃって頂ければあのお作りもできますしもちろん金額もお見積もりもちゃんと出させていただきますのでご検討していただければと思います何せとにかくやっぱりその僕が入社する前からも当然このテープルは作られているんですけどもあのやっぱりこう本当にまず大臣印象としてそのうわっ丈夫そうだな でそれがもし万が一の時に何かあった時に例えばこのテーブルの下に隠れればそのなんとかなるんじゃないかなでそんな風に思わせるくらいもう,もう壊そうったってなかなか壊れないそのくらいのやっぱりそのなんか丈夫さをこうテーブル自体からやっぱり感じる非常に力強いそれからあのお椅子をこう合わせた時も非常に形として格好がいいオーソドックス。 オーソドックスっていうのはやっぱりその古くから作ってますから、あのー、ユーザーのお客さんのお宅なんかにお伺いしてこのテーブルが使い込まれてる姿を何度も今までも見てきましたけどまたそれがやっぱりこう使い込んでいくとそのいい感じになってるんですよね。 そういうのを見ると、あいいいな、そういうのを自分でもやっぱりこう長く使ってそういうふうに育ててみたいなって憧れたりします。 えー、LT 型テーブルって言います。LT 型タクシーですかね。ごめんなさい。LT 型タクシー、あの、えー、松本民芸家具のショールームに展示ございます。それからあの、えー、まあ各種展示会にも、えー、お持ちしたりすることも多いと思います。ぜひあのご覧になってみていただいて、その質感、丈夫さの雰囲気、それからあの大きさですね。 あの体感していただければと思いますのでどうぞあのご検討材料の一つとしてこれも入れていただければと思います、えー、今日は l t 型タクシーご紹介しましたまた次回え今度は何人ご紹介しましょうかね、あのー、考えてまた YouTube 撮ってみたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました